大好きですか。音が聞こえません。何が聞こえませんか。これはどうですか。音はどうですかね。まだ聞こえないですか。後ろの方、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと溶けるといいですよ。もうちょっと開ける。これがマックスです。ごめんなさい。これが続くわ。こうか。あ、こういうことか。なるほど。わかりました。マイクをできるだけ近づけるよ。ね、はい。後ろの方大丈夫ですか。大丈夫ですね。何を使うの。さあ、先ほどスタントライフが使っていた、このトライアルライフが使っていた台を使って何を見せていく。さあ、ケルヤドリトがフロントを向かった。そのまま突っ込んで傾斜をミリーのまま戻ってきた。傾斜を使ったミリーサークル、そのままバランスを取ってこの傾斜を難なく越えていく。さあ、戻ってきた。この未来のスタントライダーたち、さあ戻ってきてフロントを浮かす。ゆっくりとワンハンドでかわいさつ。ゆっくりとワンハンド、そして2年間に未来のサークルウィリーだ。スタントラボのサークルウィリー。さあ続いてはショーレディゴー。さあまずは小田とエリカがゆっくりと走り出してフロントを上げていく。まずはフロントを上げた V で皆様スペースをご挨拶。藤原慎也、小田とエリカのまずはフロントを上げるウィリーというトリックスタート。こんなものは浅見姉妹というぐらいの距離感でフロントを浮かして、そして皆様ギリギリを攻めてまいります。さあギリギリいきますよ。さあフロント上げてギリギリ、そして曲げていく曲げていく。もうあれなんだね、ウィリーでも普通に曲がれたようだね。いや、回れるんですよね。でも手振ってくれたら、うん、そこに行きます。あ、皆さん聞きましたが、手振ったらそこに行く。あーもう、あ、失敗、失敗してくれた。いいね、その本当に来てプレートがめちゃくちゃいい。さあ、そんな2人のまずはウィリーパフォーマンスでご挨拶をさせ、俺に来るな、俺に来るな、俺来て振ってない、来て振ってない。さあ、それではこのエリカもですね、はいはい、全日本でトップクラス出してね、うん、華麗なウィリーを見てもらいましょう。おー、皆さん、小玉エリカの華麗なウィリー見たい人ほら、来てなきゃいけなくなったよ。フロントを浮かして綺麗なウィリー。皆さんもっともっと盛り上げてあげてほしいですね。あ、本当、ね、応援してあげてほしい、応援してあげてほしい。さあ、児玉エリカがもっともっとちょっと今良くなかったんじゃないの。ちょっとね、やっぱテンション上がってると思う。テンション上がってる。さあ、そんな児玉エリカがウィリーを皆様にご覧いただいております。さあ、今一度グッとサスペンションをうまく使ってウィリーだ。めっちゃ緊張してるじゃん。お客さん多すぎなんだこれ、ね、めっちゃ緊張してる。さあ、フロントを上げてウィリーだね。頑張ってくれたんでね、はい、僕もうちょっとすごいの行きましょうか。行きます。見せてくれます。これスーパー AQ やるんでね。そうだね、日本に17人しかいないからね。さあ、そんなスーパー AQ 藤原慎也。さあ、皆さん行きますよ。ありがとうございます。皆さん見たいですよね。
ちょっとスーパー駅なんで、うん、ガッツリ見せたいと思います。おおー、これは見ていこう。さあ、行きますよ。はい、シーヨ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 。おー、ほら、お客さんもいます。はぁ、惜しい。まだまだもうちょっともうちょっともうちょっと行きましょう。はい、行きますよ。シーヨ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 。ありがとうございます。やるね、日本で17人。さすがです。さあ、藤原信也がしっかりと、こういう自然な行動がすごいよね。よく飛んでいくってことで。いや、次はどうすると、児玉エリカが見せていく。さあ、児玉エリカがキックスターターを振り下ろし、そしてゆっくりと、おっと、ジャックナイフ。今度は後ろを上げるジャックナイフ。皆様の前でゆっくりと上げていきます。サスペンションを上手に使ってジャックナイフ。ひょこっとひょこっと浮かせながら、さあ、お客様の前でひょこひょことこのジャックナイフ情報を披露していく。そしてこれがスーパー A 級のジャックナイフ。スーパー A 級のジャックナイフ、キレが違います。スーパー A 級のジャックナイフ、しっかりとキレのある感覚の悪い日。ジャックナイフのまま、ジャックナイフのプランの、このジャックナイフはウェイティー。さあ、今、お客様ギリギリを、このジャックナイフで披露していく、藤原信也。どうした？